キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ今回はですね、はい、宮崎キャンプレポート。イエイ。2月1日から4日までの期間、はい、キャンプ地宮崎に取材に行きましてですね、はい、でまあ、次沖縄に行くんですけども、うん、まずは宮崎のキャンプ地レポートっていうところで、はい、このねちょっと曜日が合わなくてですね、うん、ちょっと広島には宮崎では行けなかったんですよ、はい、ということはじゃあソフトバンク、オリックス、ソフトバンク、巨人、西武、はい、これね曜日が難しくて、はい、大体土日って休まないとこが多いのよ、はい、だから1日が水曜日か、うん、だったんだけども水木金、うん、って言った時に土日休まないから金曜日休みがちなんだよ。へえ、そうなんだ。やっぱ土日は、はい、まあ、今ね有観客でそんなにいっぱい入ってるわけじゃないけども、うん、有観客でやってるからやっぱ土日が見に来てくれやすいじゃん、はい、だから土日って休まないんだよ、うん、基本的には、はい、だから土日をに休みを入れないで周りだから金曜とか月曜って休みになりがちなのよ、はい、ってなった時に水木金で行くから、うん、水木金、あ、火水木金で行くのよ。あ、じゃあ休みの日だったんですね。そうそうそう、だからこの最後が休みで西武しかやってなかったのよ、はい、うんうん、で行った日はオリックス見て、で次の日にソフトバンク見て、はい、でジャイアンツ見て、で西武と広島は遠いから、はい、市内からいつも西武と広島は1日で2球団行くんだけども、うん、この最後が西武しかやってなくて、はい、で西武がだけ土曜日休みだったんだけども、はい、だこれはちょっと今回宮崎はね広島見れない、まあ、うん、広島はね沖縄にも行くんで、はい、っていうところでね、まあ、今回この球団をキャンプ地レポートしていきますけども、はいはい、まずね初日オリックス行った時にですね、まあ、ブルペンから見に行って、うん、はい、去年は宮城、中川、阿部のこの若い3人が、うん、まあ、阿部若いって言ってもまあルーキーだから若いっていうけども、はい、3人がピッチングしてて、うん、うわ宮城いいなと、はい、今年の仕上がりも早いし、うん、もう初日キャンプ初日なのに結構仕上がってんじゃん、はい、期待だなと思ったらあの成績残したじゃん、うん、だから今年もキャンプ初日から見に行ったのよ、はい、おー誰か初日からガンガン来てないかっつって、うん、で結構してた、はい、見に行った時、うん、8人ぐらい、はい、誰もいなかった。そんなはっきり言います、誰もいなかったですか。誰もなんかウォーって思うやついなかったよ。あれ、ムクノキ投手って2軍スタートなんでしたっけ。あそこは A 班 B 班一緒の球場でやってるから、ブルペンも一緒。見ました。じゃあ、うん、見てないんだよ、はい、あその日初日ピッチング入ってなかった。入ってなかった。そうか。で、うん、誰もいなかった。おーっていうやつか。へー、だから怒ったのよ。はい、そまだね、うん、その主力どころが投げてたわけじゃないのよ、はい、まあ伸びとか投げてたよ、うん、投げてたけども、まだこれからのね故障明け、うん、育成から仕上げの黒木とか、はい、中川とか、うん、投げてたけど、はい、まあ黒木とかはね病み上がりだから、うん、そんなに急ピッチでいかなくてもいいのかなっていうところもあるけども、うん、はい、全体的にね見て、うん、おって思うやつは誰もいなかった初日から。へー、これおって思わないってことは何かっていうと、はい、あ、そんな別に1日からそこまで仕上げてきてないんだっていう。あー、そっか、うん、そっか、その去年見た時の宮城くんとかは、うん、もうそのもう今から試合してもいけんちゃうみたいな。あ、そんな仕上がってたんですねっていう風に見えたのよ。はい、お、いいかもって言って、うん、だから今年も探しに行ったのよ、はい、いいやつって言って、うん、結構投げてた。もう8人とか誰もいなかった。もうそのいや多分こっから上げていくんだろうと思うけども、 そうですね、でもあなたたちのレベルで、うん、山本とか主力と同じ調整してたら、うん、いつアピールするんやって話だ。そうか、だからそうですね、その初日とかでめちゃくちゃ他よりもいい球ビュンって投げてたら、うん、おーって投げてたら、ね、なるじゃん、うん、去年の俺みたいにね、はい、しかも周りがねほぼほぼやってきてないから余計に目立つのよ、はい、で目立ったらお、ちょっと実践使ってみようかなって思うかも分かんないじゃん。上の人たちは思いますよね、うん、それを俺の目には誰も映らなかった。あー、そっか。だからそこはちょっとこの意気込み的に、能力じゃないよ、はい、能力がここから多分上げていくんだろうけど、うん、そのなんか意気込み的にあんまり去年の宮城見てるだけに、うん、だって去年の宮城も全然何も成し得てなかったけどおーって思ったわけだよね、はい、これはもうね1年前のね日刊のコラム俺のやつ見てくれたら、うん、もう書いてるから。へー、それはもう確実にね、はい、だからそれがいなかったね。うーん、で一つ気になったのは、はい、俺今年の中でも注目してるのはやっぱ中川なのよ、はい、アンダースローの、うん、去年も防御率1点台2軍だったけどね、はい、やった時に気になったのは、うん、俺もアンダースローめっちゃ詳しいのよ、はい、
なぜなら渡辺俊ちゃんをずっと受けてて仕上げてきた自信があるから、はい、中川は、うん、なんかスピードをもっと出したいらしいんだよ、はい、でも今の投げ方だったら、ね、スピード出ないんだよ、うん、やっぱアンダースロー指導、まあ、認定一級の俺からすると、はい、勝手に言ってるだけですよね。そうそうそう、はい、そうそう、俺はだって、まあ、そうですよね。そうだ、うん、だって去年中島監督にもキャンプ行って、去年よ、はい、行った時に、うん、アンダースローってどういう風に見たらいいとか悪いとか分かりやすいのって聞かれたんだよ。へえー、そうなんですか。多分中島監督アンダースロー多分受けてないんだよ。はい、いなかったんですね、じゃあその当時、うん、まあ、山田久志さんを受けたことあったらあるけど、うん、多分受けてないと思うんだよね。っていうぐらい、はい、もう中川はね、うん、このね沈み込んで頭上げるのが早いんだよ。あー、体をですか。こうやって、うんうん、その分浮いちゃうのよ、はい、力がちょっとロスしちゃうのよ、うん、もっと沈み込んで投げ終わって最後に勝ってあげる感じにならないと、はい、ふわってこのふわ一瞬のふわが球速を落とすのよ。最後まで手離すまで最後まで沈んでいって離し終わって反動で上に来るみたいなのじゃないとダメなのよ、うん、それじゃあ言ってあげたんですか。いや、そんなだって俺今はもうコロナだから。あ、そっか、解説者の方も話したりあんまできないんですね。そうそう、しかも俺は、はい、来るもの拒まず去るもの追わずだから、そうだ、来てくれないと、うん、そう教えることもないけど、でも惜しいのよ、はい、もっと球速上がるよ、ブンって、うん、あ、もうちょっと我慢して沈み込んでいって浮き上がるの遅くすればっていうぐらい、あ、もちろんそうすればいいのになと思いながら見てたけども、はい、残念ながらおーっていうやつは初日誰もいなかった。あー、そっか、うん、まあ、じゃあここから上げてくるんでしょう。だからそのです、ね、けどね、ちょっと気持ち的にね、はい、おーおーって思ったけど、はい、で元へ、はい、でバッティング、うん、見に行ったのよ、はい、まあ、なんで笑ってるのかっていうとね、まあ、ここだけの話なんだけどね、はい、もう教えないね。で太田と北と、はい、で渡辺ルーキーのね慶応の選手が打ってたわけよ、はい、で俺は注目したわけよ、うん、今年太田は多分足立と併用になるかも分かんないけども、うん、去年の紅林みたいに中島監督が使っていくんちゃうかと、うん、だって去年の今頃は紅林より太田の方がひょっとしたら評価高かったからね、うん、でそれを紅林が勝ち取って、はい、で北も、ね、うん、吉田、福田、杉本いるところでね、去年高校生でホームラン打ってね、はい、期待値あるだけにここを競っていくんちゃうかっていうとかでね、うん、見たのよ、はい、トップ、もうそのキャンプの一番最初の3人、はい、え、あ、仕上がってないんや。でもまた仕上がってない情報ですか。いやいや、まあ、仕上がってないのよ、はい、うん、1日だからね、はい、まあ、仕上がってないんだけどもね、うん、もっとガンガン仕上げてきて、うん、はい、しかもね、両方のパンチ力あるじゃん、はい、初日からガン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 行くんかと思ったら多分ね、うん、北が1本、はい、太田が1本変直が入ったかちょっと見えなくて、うん、っていうぐらいの打球しかなかった、はい、あとはね、やってることは分かるよ、うん、多分ね、最初ね反対方向からしっかりコンタクトしていって、うん、反対方向センター返し中心で、うん、で引っ張っていくみたいなね、はい、やってる練習はめっちゃいいと思うの、はい、でもだからおって思うものもめっちゃあるのよ、はい、でもあ、仕上がってないんや。期待してたほど仕上げてきてなかったってことですね。そうそう、もっとガンガン、うん、若いのによ、うん、2人とも、はい、だ2年目3年目でしょ、10代とか20代とか、うん、のに初日からガンガン行って、うん、うわーっていうのを俺は見せてくれるかと思ったけども、うん、あ、なんかレギュラークラスとそんな調整の仕方一緒なんだっていう、うん、いや、私はこの選手うわーってなったよっていう情報聞きたいんですよ。いや、俺はもう見たら素直な、1から10を追って今レポートしてくださってるんですよね。そうそう、レポート情報だからね、はい、うん、はい、オリックスファンの皆さん我慢して聞いてください、はい、いや、なんかそのこと言ったら私新年最初になんか優勝予想してますけど、うん、なんか今のだけ聞くと、え、そうそう、今年ダメなのかなと思っちゃいますよ。いや、1日だから、まあ、そうですね、まだあと1ヶ月、2ヶ月ありますからね。そう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 、はい、中でよ、はい、こっから、うん、おーって思って、おー、来た、いるのよ、いますか、うん、はい、その中で一番最初のおーって思ったのが、うん、はい、福田、センター、レギュラーよ、はい、去年あんだけ頑張ってね、はい、ゆっくりやってもいいのよ、はい、それこそね、うん、形だけパンパンってやりながら、そこそこでそうそう、やっていながら開幕に合わせていったらいいのに、はい、初日から仕上がってるね、はい、まずね、太田、木田っていうのは、まあ、もし当たったらいい球出てるけど、うん、ミート率がめっちゃ悪いんだよ。あ、でも福田、ほぼし、へ、ほぼミートして、はい、しっかりで、福田はね、別にホームランバッターじゃないから、はい、そんな別にスタンドインバンバン打つ必要ないけども、うん、そういうのにフェンチョクとか打ってたの、
タイプが違うのにね。でそんでもう反対方向もセンターも、はい、ミート率結構良くて、うん、しっかり腰のキレも入ってて、はい、シュアなバッティングして、あれ仕上がってんじゃん。でその後、はい、打球法センター、うん、で動きも良かったのよ。俺仕上がってきてんねみたいな。いやこれあれじゃないですか、やっぱその太田選手とか北選手とかがいるから、うん、やっぱりお尻に火もついてるでしょうし。いやでもよ、はい、その選手がそれなのに、はい、次を狙う人たちがそれなんっていう。まあまあまあそれはそうですけどね、うん、だからその福田の今年の活躍はちょっと楽しみだね、うん、そうですね。1日からしっかり仕上げてきてるっていう部分では、はい、うおーっと思ったのと、あとはですね、はい、育成なんですけど、はい、平野、へえ、大和っていう、はい、あの日照学園高校出身の3年目、はい、2019年育成ドラフト4位で入って、まあ、まだ育成なんだよ、はい、20歳、今年21、平野大和選手、うん、004番、うーん、外野、はい、正直ね、はい、申し訳ないけど、うん、初めて見て、はい、初めて存在を知ったというね。私もすいません、初めて今、うん、でもよ、はい、T 見てて、はい、あれ、いい T してんね、へー、あ、育成なんや、じゃ、誰、もう調べなきゃ分かんないからね、はいはい、もう見たこと、うん、そんな俺だってそんな育成まで全員分かんないからね。そりゃそうですね。で、うん、ああこういうような選手なんだ、うん、バッティング始めて、はい、ガンガンスタンドインして、はい、そんな子でかくないよ、177cm、 82kg、うん、でめっちゃパンチ力合うし触れてるし、はい、いい打球飛ばして、うん、いやめっちゃいいじゃんと思って、はい、しかも他がそんな仕上げてきてないから、うん、めっちゃ目立つのよ。だからこういう効果が大事なのよ、はい、そうですね。1日はあら、平野君めっちゃいいじゃん、これも、まあでも外野か、うん、まあ、壁高いけど、そうですね、でもこれ早めに試合感なんちゃうかと思って、うん、でもこう20歳ってことは、うん、今出てきてる若い選手たちとまあほとんど一緒じゃないですか。そうそう、一緒、うん、で太田とかと多分同い年ぐらいになるんじゃないの、はい、うん、ね、3年目だからね、そうですね、今年、うん、でそれで、え、めっちゃいいじゃんと思って、はい、初めて見たけど、はい、だからこれちょっとね、平野くんには期待してるね。じゃあもう今年支配下じゃないですか、の可能性も大だと思う、うん、で、俺の目が、はい、俺も初めて見たから、はい、本当かどうか分かんないじゃんね、うん、だからオリックスの関係者の人に話聞いたら、はい、いやもうパンチ力もバッティングはめっちゃいいと、だからめちゃくちゃ期待してるって言ってて、あ、じゃあ俺も結構楽しいんだと思いながら、はい、この平野くんはもう注目してほしい。そうですね、うん、まあ、今年は分からないですけど、いずれ絶対出てくるだろうっていう。そうで、あとね、もう一人良かったのがね、はい、佐野幸和、左バッター、はい、これもね、2020年の育成ドラフト5位だったんですけど、はい、試合感になって、はい、で、仙台大からオリックス、うん、で2年目だから北と一緒だね、その年数はね、はい、うんうん、この選手もはい、T がめっちゃ良かったのよ。軸もぶれないし、はい、しっかりフルスイングしてて、うん、でバッティング練習入ったら若干ちょっとコンタクト率が低いけど、はい、でもいい形の打球飛んでたから、うん、お、結構いいねと思って。へ、でも外野なんだよ、はい、あ、人が結構いますね。そういるのよ、うん、でもそのいい感じに見えたね、あ、佐野と平野ね、平野、この2人はめちゃくちゃいいように見えて、はい、うん、だからそういうのを俺は北と大谷も期待してたの。そしたら、おお、やっぱり違うなと思うじゃんね、はい、でもこの平野と佐野の方が仕上がりは早いように見えて、うん、まあ、だからって言って活躍するかどうかは分かんないよ、まあ、徐々にこうピークを後に持っていく可能性もあるからね。そう、追いついてくる人もいるからね、うん、でもそういった面ではこの1日からそうやって風に見えるってことはやっぱチャンスが大きくなるからね。確かにパッとやっぱ首脳陣はすごい気合い入ってるなと思います。そう、押し上げてきてんなって思うとこやっぱ意気込み感じるじゃんね、うん、はい、そういったとこではこのバッターはやっぱ福田、うん、佐野、はい、こう平野、はい、この3人がね、うん、めちゃくちゃ好印象だったなっていうね、うん、ピッチャーでこう他の日におっと思う人はオリックスはその日はいなかった。いなかった、うん、はい、まあ、ここからまたね、オープン戦とか見に行くんでね、はい、で続いて、はい、長いね、1チームが。そうですね、うん、続いてね、はい、ソフトバンク、はい、2日見に行って、うん、こちらね、うん、日刊のコラムにも書いたんですけども、はい、アップから見に行ったのよ、うん、でスタンドから見てて、はい、第一印象、あれ、コロナだから声出しちゃダメなのかなっていう、あ、最初、はい、だからこう静かでやってんのかな、うんうん、と思ったらそこからまた声出したの、はい、あ、声出していいのか、コロナだから声出さなきゃいいのかが若干分かりづらいアップなの。だから静か。へえ。で、まあ、どうなんだろうなって言いながら、うん、で、キャッチボール始まって。確
他にあのいつも佐藤さんおっしゃるのは、うん、ソフトバンクの練習って声めちゃくちゃ出てるって、うん、そうイメージなんだ、ね、うん、でキャッチボール始まって、はい、どうなのかな、これ声出すのなのかな、うん、まあ、出すなだったら出すなでいいかと思いながら、うん、声出してたの、はい、出してんじゃん、うん、で次ヒートの風が、はい、出してんの、うん、あ、じゃあ声出すなじゃないんだ、はい、いやー静かみたいな、へー、だからもうマッチ言うね、あのちょっとコロナになっちゃって、ね、あの地方からのスタートになっていなかったのね、はい、で、あの川島慶三が、はい、元気印が、はい、楽天に行っちゃって、はい、いなくなってね、で、だからね、まあ、若手中心で多かったんだけども、はい、声で言うと出てないわけじゃないのよ、はい、普通だからどこの球団とも一緒、うん、え、でもソフトバンクだよねここ、うん、え、普通みたいな、あ、だからいつもみたいにほらこれで行くぞっていう、そのそういないから、そのネクストマッチが誰もいないのよ。で去年のキャンプで行くと、はい、これは去年のね原稿にも書いたんだけども、うん、そのノックとか党内連携とかでも受ける人は声出すんだけども、はい、その後ろで順番待ってる人たちも声、順番待ってる人同士で声掛けして、うん、次このプレーねとか、うん、あ、こういうの入るやつねって声掛けして、はい、全員が声出してんだけども、もうプレイヤーしか声出してないのよ、はい、でしかもそこが広がっていかないのよ声が、うん、え、普通みたいな。そっか、確かにソフトバンクの一軍メンバーで見ましたけど、うん、で本当に若い選手が多かったじゃないですか。そうそうそう、で結構経験ある人は B 組とか、うん、でも経験の人はもう C 組とかだったので、うんうん、その声の出し方とか分かんないんですかね、まあ、でも栗原選手とかはまあいましたけどね、うん、そうそうそう、 でもそれはだって今までのやつを一緒に見てきてるんだから分かるじゃん、まあ、だからネクストマッチがいないんだよ。で外野のノック静かみたいな。へえ、でまあ、2軍とかも来てないから、はい、去年とかは隣の IB 組の方からも声がめっちゃ来てたのよ、はい、それをメインがかき消すぐらい、うん、で、あのそっちも練習はしてたのね、はい、IB の方の外の球場も、うん、はい、でもそこの声もかすかにしか聞こえてこないし、へー、だからいや小久保さんから始まって、はい、でマッチが継承して来たのよ、はい、そういうレギュラーが先頭に立って声出していって引っ張るっていう系譜をソフトバンクが伝統して作り上げてきてるのは小久保さんから始まってマッチが継承してきて、その次がいないね。あー、そっか、いないっていうのがこのキャンプで見てもうしみじみ分かったね。へー、だから声出てないわけじゃないよ、まあ静かっていう。でそしたらね、俺のなんかツイッターでその記事を読んでなんかあのコメントしてきてくれたホークスファンの人がいて、あのー来てるの見えましたと、はい、声かけたかったですけどコロナだったら控えましたみたいな、はい、で私もこのキャンプ初めて、あの最初見た瞬間はえ、これ秋のキャンプじゃないよねと思いました。へー、それぐらい静かだ、うん、キャンプだなと思ってて佐々木さんの原稿を見たんで、うん、あ、やっぱりそうなんだ、次のやっぱりネクストマッチが出てきてくれることを願いますよねって書いてたんで、あ、俺だけじゃないんだと思って。へー、だからまあだからね、プレーとかね、はい、能力があるのは、うん、まあ、もちろんだけども、そ、伝統があるからね、うん、やっぱホークスの伝統っていうのはやっぱり12球団でやっぱホークスのキャンプだけやっぱちょっと違うなみたいなね、うん、毎年言ってますもんね。そうそう、やっぱもう出し方が違うのっていう、うん、っていうのがやっぱ伝統じゃんね、はい、もうなんか練習引き込まれんなみたいな。え、じゃあ、 あのマッチ候補生は誰なんですかね。分かんないけど、誰か出てこないとその伝統、しかもそれで結果残せないといけないからね、はい、結果も残せないマッチ候補はいらないのよ。そうですね、一部いないと意味ないですよね。そうそうそう、だからそういうのがちょっと出てこないと、うん、ね、このちょっと伝統の系譜が崩れていっちゃうなっていうところと、はい、うん、なんかそういったところはこの昨年 B クラスから奪還、まあね、声出したらいいっていうわけじゃないよ、はい、声出したから強くなるわけじゃないけど、それが伝統だからね、はい、やっぱいい伝統は守っていかなきゃいけないということを考えたら、うん、なんかそこがね、うんっていう感じでしたね、じゃあまあリチャード選手とか。リチャードもちょっとあの出遅れてるからね。あ、そうか、ああ、そう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 、だから誰がどうなるか分かんないけども、そういったところをね、はい、まあホークスキャンプ中継見ながらね、うん、おって皆さんね、そうですね、まあ、俺が行った時は静かだなって思ってね、うん、ちょっと候補生じゃあね、あの必要ですね。そう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 、やっぱそういうのやっぱ伝統はね、やっぱホークスいい伝統はね、はい、チームで受け継いでいかなきゃいけないんで、まあね、逆襲のホークスがね、今年どういったところをね、新監督を迎えて出せるのかね、はい、まあ、ここからまた注視していきたいなと。で、あとはですね、はい、後日です。後日、はい、長い、はい、巨人西武は後日です、はい、今日は以上です、はい、でした。